九月，节目组久违的出了趟远门。あ、民族衣装着てますね。あ、あ、これ？あ、これがある。すごい。わ、見たことない全部。これはチントウチュンっていう、あ、日本で言えばアイタケ。アイタケ。そうそうそう、なんかこの色が独特しく見。云南有一百多种。一百多种。对，一百多种这样的衣裳。这么多。あの帽子の方はきっとまた別の民族ですよね。我看看他的帽子，应该是他是回族ですよね。へえ。啊，在这里也有。哇，又有新的蘑菇出现了。哎，これもキノコですか？椰子。これがね、ガンパーチュンって言って雲南省の人は一番好きなキノコで。これは料理するとすごくいい匂いがするの。なんか今湿っぽい匂いします。苔、苔、タイマ？苔の匂い、タイ？ガンパーチュンって言ったままやな。そうそうそう、苔の匂いがする。这个是啥？これ应该。これはだから蜂の子だよ。まだ生きてるよ。これは生でも食べれるよ。え？可以啊。滚动。このまま食べますか？ええ。本当に？活的活的。活的没关系，你是活的。哎，等等等等等等。吃了吗？行くよ。え？え？行くよ。行くよ。せーの。哎哎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 哎现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。该走哪一边？里面。里面。在这边，里面，这边。早上好，おはようございます。おはようございます。宮本です。加藤彩子と言います。お世話になります。はい、わかりました。なんか好帅。好帅。なんか。もうなんか緊張して。なんで僕聞くださいえ、もう絶対全然好帅。半分以上雲南人ですから。半分以上ね。もうこちらは。今ね、今年でちょうど20年。その前に山東省に5年いて、その前に海南島に4年いたんで、もう29年。中国に29年。9年、ちょうど人生半分。すごい、もう人生経験というか、もう。じゃあ、じゃあ参りましょう。はい。ついていきます。那现在出发对吧？现在可以，可以。早上好，我叫曹一泽。よろしくお願いします。很高兴认识到你啊。此时的才子还不知道一身干练装束的宫本先生接下来会带他去哪里。その雲南も改めて地図を見たんですけど、もうとてつもなく大きいなと思ったんですよね。日本よりもね少し大きい、39万平方キロだから、日本が38万平方キロでしょ。道が全然雰囲気変わってきましたね。ちょっと入るとね。2个小时后。ます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。这里海拔有多少呢？现在2000多。2000多。2000多是2000。我感觉有一点头比较头疼了。高原反应。すごい。好
好大好飞耶，哇，出荷，嗯，比我想象的还大，好飞，就是很飞嘛。一脸激动的才子哥，没有什么反应的样子。見たことありますか？あります。あ、やっぱりこ、え、雲南だと普通ですか？雲南はこうやってね。びっくりした。まあ、もうすぐ胃袋に入ります。はい、あ、あの子、あの子たちが。小小的，好可爱。这里看，是什么东西？这个牛肝菌。見て、こんなすぐある。有这么多。对啊。牛肝菌。これポルチーニ。あ、对。え、哇，好感动。我们中午吃吧。中午吃。中午吃这个，好，你猜一下。とてもいいですか？どうぞ。ラタラタさん。可以。こう木で下をこう掘るんですね。わかりました。折らないように。はい。好紧张。这个是很贵的呀，应该是。哇。龙凤胎。双胞胎。恭喜。可愛い。本当に。だからここがさ、交換っていうここにひだがないでしょ。でずるっとしてるじゃん。これは牛の肝臓みたいじゃん。だから牛の肝臓の菌っていう。原来是。这样就像海绵一样。スポンジみたいですよね。因为工作，宫本先生经常到山里查看蘑菇的生长状况，所以对野生菌十分了解。啊，应该他是当地采蘑菇的，他不是看到的。啊，给我看一下好吗？可以吃这个。感觉这个红红，很漂亮。好漂亮，好漂亮。这上面鸡油菌。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 好漂亮。啊。本当だ、柿みたいな匂いする。あんず。あ、あんずか。だから日本であんず竹っていう。ああ。靠着得天独厚的地理和气候优势，云南大山里生长着上千种形态各异的野生菌，但不是每一种蘑菇都能食用。由于有毒野生菌和可食用菌形态接近，难以辨别。大家可千万不要随便进山采蘑菇吃哟。这个蘑菇是不行的吗？哦，行的。这个行吗？可以吃的吗？是吗？不能吃，这个没钢片，谁钢的？毒的有毒的吗？有毒的，不能动啊啊，动也不能动。这种野菌的分别是？你们是怎么取的呢？我们是取没，我们取光了没，我们嘛。吃在那边取，吃不在那边装土装笼，不得不取，不能取。彼らは子供の頃からずっとお父さんやお母さんやね、それから習ってきた一つの伝統工芸みたいなもんだよね。我々がね、これ食べれる食べれないで、多分何年いてもね、区別できない。每天这种腰不痛吗？痛呢，痛啊！啊，辛苦你。腰椎间，颈椎炎，两边的啥？做哪了？働き着物の手ですよ。关节很粗大了，关节疼呢，我们没靠山那个，苦一点，苦一点，辛苦了。为了孙女孙子。不简单了，不简单了，真的好不容易，生活不容易啊！你平时采蘑菇的时候就打扮成这个样子吗？每天都穿这个？每天就这个样了，好看？不好看？好看？好看呀！不好看，すごい可愛いよね。颜色很搭的很漂亮。这个不动没有色，色会有呢。啊，谁？谁？蛇。啊，是啊，啊，你那么多声好厉害，我们完全听不出来蛇。我很难，一看就知道。嗯，奇怪，蛇。连当地方言都能听得懂的宫本先生，1993年就被公司派遣到中国，负责将云南的农副产品进口到日本。为了把控产品质量，他经常来山里考察，因此也结识了不少当地村民。ポルチーニ、あ、じゃあ、まあ、先来、拿给你看。这么大的。看看。入口即化，
菊花，日嗯蘑菇的伞的部分，就这样很像奶油一样入口即化，美味しい。溶けます。これはポルチーニの特徴だよね。あ、やっぱり。ポルチーニは溶ける溶ける。牛の肝臓みたいにね。ああ。繊維が感じられなくてこう溶けるよね。特に加熱するとね、とか溶けちゃう、ね。溶けちゃう。うん。咬了几次就完全就火火嘴里就没了，就化掉了。嗯，美味しい，美味しい。就是自酒嘛，微信しかない。美味しい。嗯，外表样子都不一样，味道也不一样，嗯，香味也不一样。面白い。大家羡慕我吗？羡慕我吗？我一口吃掉。呼吸剂烘托一下，嗯，好香。いい匂いします。ネジュンゴとか、こういう食事っていうのは、そのユンナーの人たちにとってどういう食事なんですか？まあ夏が来たという夏の代名詞だよね。あ、な、ゴゴの夏の代名詞なんですか？日本では秋だろうけど、雲南省はだいたい7月ぐらいからだから。7月、8月、9月だから、まあ、だからだんだんとね、値段も高くなってるから、雲南省が食べられなくなってきてるところもあるんだろうけど。生活在上海的才子、難得来一趟微山。离开这里之前、宫本先生化身导游、带他逛了逛这座古城。あ、のんびりしてるよね。あれ、ここ。これがタンタンゴというあの砂糖のそう砂糖をまぶした。これは油で炒めて。阿姨，这一瓶是多少钱呢？这一瓶220，也不是特别贵，不贵，这是长期中的。多少是合理的？それと量少ない。どんな感じ？油の量は多分6割ぐらいが油じゃん。もちろんもちろん。油はいくらよ？そう、原材料から計算したら。可以喝茶吗？有什么好茶？有什么好茶？これを。そんな自由に。これを入れて。めっちゃ自由じゃん。まだまだ。こういうの大好きだよね。这是塞的，这个是烤的。老板是不是个豆角？淮国饺。知道这个里面是什么？这个豆。啊。那吃不成的，那是。吃不成。太硬了。这个可能外皮有淀粉嘛，所以喝起来一样的味道嘛。哦，科学家，肯定有原因嘛。科学家，不是，肯定有卖30-40块钱一斤，是生的，生的，然后你自己烤。啊，对，烤的话回收率有30%-40%。你看，他问的这个呢，原因不是想买的，但就是了解一下，也了解一下啊，不好意思，这。この二十何年でこれ一番大変だったなって思うこと、まあその情緒变、なんか上下都没有、但是そのこれまで大変だったっていうのはその中国での駐在中にあったことじゃなくて、その三年の旅行中にやっぱり若干こう危険なことはあるじゃん。あの時の方が印象には残ってるよね。その自分の人生の中で何が大変だったかって言われると。据说宫本先生25岁时萌生了世界那么大，我想去看看的想法，于是怀揣100万日元，花了3年，独自游历了中国、英国、以色列等26个国家。そのトルコからイランにバスで行ってたのよ。ちょうどそのバスが遅れちゃって。
そのイランに入る国境のところに着いたのが夜中の1時頃で、タクシーに乗って次の町まで行こうとしたのよ。途中でね、こう横道に入るのよ。山の中のちょっと原っぱみたいなところへ車止まってさ、でそのお兄ちゃん後ろ向いてさ、その金を出すかお尻を出すかどちらかじゃないって。どうしたんですかその時は。1対1ならね、まあ、まあ私はこうその中学校で剣道したり高校で柔道したり、あ、覚えました、そう大学で空手したり、それでまあ後ろから足で運転席を蹴ったりして暴れ始めて、うん、それでまあ、向こうも最初はニヤニヤしてたんだけど、ちょっと私の剣幕がねちょっと高かったもんだから、うん、もういいということで、それで町まで連れて行ってもらって、よかった、ね、それでお金も払わずに、あ、そうですよね、車を蹴って、うん、ね、それで一応おほらいつだなんかティーファンイーティンヤオフーズ、うん、メイオフーズだファチュープシーゲニューレンイヤン、それヤオイーティンヤオリューレリューラフーズチューヨメポホエポンダ小鲜肉对ちょんとん連来しようかな、我是一个比较可爱嘛，那时候屁股也小嘛，所以要可能有点性感嘛，可能对他们来说有点性感。游历了世界各国的宫本先生，为什么最后选择定居中国近30年之久呢？下集揭晓。これは偽物が多いから分かんないよね。下定决心，拍住完呐，去争取胜利。なんで知ってるんですか。すごい宮本さん。あなたの成長段階を。BMI は20-25。これは必須です。爱运动女人。所以一个单是这个表是苗木聪自己做的，对，都自己做的。哦，是自己做的。出发站是啥？然后导致血量。またすごいからやばいから。Steve Jobs ってこんなんだったんじゃないかみたいな。啊，我们来到了有一点有问题的地方。一次见面，可以的。学校这样可以说这样吗？我不敢说，但是你说出来了。